取れとる。はい、皆さんこんにちは、ヒデシャンネルでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。さあ今日は10月の29ですね、日曜日。いやいや、もう10月終わるな、めっちゃ早いわ。はい、ということで今日もね、これめっちゃいい天気なんですけど、今日はねどこかになんかツーリングに行くみたいな予定もなく、こうプラッとバイクで出てきただけなんですけど、少し前にね自分でオイル交換、このバイクのオイル交換をした時に、ちょっとね前回も同じことやったんですけど、若干入れすぎたんですよ、オイルの量をね。したらなんかエンジンの周りが重たくてね、気のせいかもしれないんですけど、なんか重たく感じて、今日少しオイルを抜きましたので、今その試し走りがてら出てきておりますみたいなのが、まあ用事っちゃ用事かでね、まあ、変わったような、体感変わったような、変わってないような、まあ、そんな感じですわ。でも若干軽く回るようになったような気もするな。ということで本日の予定はねこれにて終了なんですけど、まあ、せっかく出てきたんで、仕事上のお付き合いがまあ若干ある会社が今週ぐらいからどうもねイベントをやってるそうなんですね。で今日は東広島でやってるということなので、今日はねちょっと東に向いてちょっと顔出しに行こうかなと思います。目的地まで24分、よし行こうか。時刻は11時40分か。そのイベントの会場、催し事の会場にはきっとね出店も出てるんで、そこでお昼いただいてもええし、せっかくこっち来たんで、あそこ行こうか、どうしようか、ラーメン山鉾屋、結構ねハマってるんですよね、食べたいな、どうしようかな。さあ到着まで1分、あれ満車って書いてるな、どうなんかな、バイクはいけるんかな、おじさんに聞いてみようか、バイクも、ああそうなんですか、はい、どうしよう、なんか行く気が失せたな。さあここはどこなのでしょうか、全然知らんところ来たけども、あれなんか駅がある、東広島駅、へえ、えっかラーメン食い行くか、結果ラーメン食べに行くだけという、何やったっけ、山岡屋行けんよね、東横インとかあるんじゃん、まあ駅前じゃもんな、ベッセルホテル、え仕事があるんかな、出張とかできて泊まるってこと、いや全然知らんわ。はい、ということでイベントはもういいかな、今週のはちょっと勘弁させてもらおう、来週はどこやったっけ、呉かなか尾道どっちか、来週以降でちょっと顔を出させてもらおうか。ということでラーメン屋向かいます。さあ山岡屋、ただね向こうにね丸源ラーメンってあるよね、これ気になるな、こっち行ってみてもええかな、何やろチェーン店、全然わからん、あでも多そうだな、うわめっちゃ並んでるな、やめよっか、山岡屋にしようか、まあ安心っちゃ安心、あでもこっちも並んでるな、山岡屋行ったんですけど丸源ラーメンの日じゃないぐらい並んでた、こっちのがまだマシか、
行ってみようか。よし、マルゲンラーメン行ってこようか。はい、ということでマルゲンラーメン行ってきました。相変わらず頼みすぎて腹いっぱいじゃん。よし、じゃあ帰りますか。で、その先ほどのマルゲンラーメンなんですけど、なんかな、いろいろ種類はあったけど、ジャンルとしては何ですかね、醤油なのかな、醤油豚骨みたいな感じか。で、今日はもう至って普通の醤油そばだったっけ、熟成醤油そば、そんな感じのやつのセットをいただきました。で、最初に行こうとしてた山岡屋に比べるとあんまり癖はないかもしんないですね。まあ、他のメニュー頼むとね違うかもしんないですけど、まあ、そんな感じなので、まあ、どっちかというと至って普通な醤油ベースのラーメンなんですよね。だからこうガツンとパンチの効いたラーメンがいいよって方はちょっと物足りないかもしんないですね。まあ、豚骨とかもねあったんで、そっち頼むとまた違うのかもしれないんですが、その辺はまた機会があれば行ってみたいなと思います。はい、ということで今日は本当に何でもない動画になっちゃいましたが、元々はね、前回のオイル交換の時に若干入れすぎた感があったので、それを少し抜いて、まあ、それの試し乗りをしに出かけました。で、まあ、出かけるついでに普段ね仕事でお付き合いのある会社のイベントがあるとのことだったんで、顔を出そうとしたんですけど、なんか満車で、かつバイクなのに入れてもらえず、もうええわって帰ってきましたが、まあせっかくなんでね、お昼ご飯に、まあ、初めて行きましたね、マルゲンラーメン行って美味しくラーメンいただきましたという動画でございました。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。